じゃあ9時から9時半の間は配信できないな。でもそれ終わった後に配信するの絶対私もうお風呂入っちゃうな。できないなって思って。でまたね、今日はっ寝てたってツイートしようかなって思ったんですけど、さすがに2日連続はいかがなものかと思い、自制しまた寝てしまったので配信しますって、寝てしまったことを罪滅ぼしかのように配信をして、寝てしまったことを配信をしてゼロにするっていうパワープレイ。携帯持つとマッシュの配信が始まる。すごっ、なんかに吸い寄せられてるじゃん。でも私も結構なんか「よし今日は何時何分から配信をしよう」とかじゃなくて「配信しよう」ってもう今って思って配信するから、結構もうその瞬間、なんて言ったらいいの、前もって決められないんですよね、配信をしようっていうのは。だから今日もまあ30分なら、まあ、1時間よりも話しやすいかと思って寝ちゃったしって思って。でさ、起きた時にめっちゃいい匂いして、もうすごい本当に食欲がそそられる匂い、多分換気扇に近いところにいたからなのか、で寝てたからなのか分かんないけど、そのいい匂いで目が覚めたんですよ。だけど誰だか別に、この家にいい匂いがする原因のものは何もないんですよ。でこの匂い絶対嗅いだことある、何の匂いだろうって思いながら、その目が覚めた瞬間に思ってずっと考えてて、なんか玉ねぎっぽいなんか焦がし醤油みたいなで判明したんです。それが多分サムライマックのソースの匂い、サムライマックのあのビーフが2枚入って、肉厚ビーフが2枚入ってる、で玉ねぎと醤油みたいな、ソースの匂いなんです。私が今だから何を言いたいかというと、その匂いのせいでマックが食べたくなってしまっている。それは絶対にいけない。鼻の中からした可能性はあるね。もしかして自分が多分潜在的に食べたくて「えっ今サムライマック食べてる、やば!」って「やば!」すごっ。じゃあ私の家の隣の人なのかな 買って帰ろうと。ふっかる。サムライマックね、値段上がっちゃったしね。めっちゃいい、すごいその匂いがして、でもかんな、なんだろう、窓かな、換気扇かな。今、いやそうなの、いい匂いで起こされたんです。めっちゃ嫌だった。今日私夜ご飯食べてないんですよ。夜ご飯食べてない、まあ別にお腹空いてないから夜ご飯を食べようって思わなかったんですけど、なあ焼肉かな、
焼肉もありそうだね。なんかさ、もうそう、夜ご飯を食べてないからこそ、うわーでも、うわー食べてーみたいな空腹。いやなんかね、今日一日ずっと空腹じゃなくて、だけど食べたいから食べるかみたいな感じでお昼も食べたりとかしたんですよ。うわー無理で、配信で言うとまたさらに食べたくなるじゃん。だから配信をするかどうか迷ったけど、やっぱり言っちゃったね。タンタンダブルビーフバーガー、あ、私あれ食べた、油淋鶏。油淋鶏美味しかった。そのタンタンダブルビーフバーガー食べてないな。そのさ、我慢はストレスです。でやばい、悪魔のささやきが。そうめっちゃね、ご飯をね作るもののね材料もないんですよ。あと私に残されているのは1回鍋に入れる分の野菜、凍らせたやつ。でもこの気持ちを乗り越えて筋トレをしてお風呂に入って寝るとすごく未来の自分に投資にはなるんですけれども、私はそこを乗り越えられるのかどうなのか分かりません。マシモカホさんは一目惚れして忘れなくなりました。え、すいません、こんな姿でありがとうございます。なるほど、こたつが悪いんだ。全部こたつが良くて、こたつが一番良くて、こたつが一番悪いんだ。こたつのこの布団がめっちゃ良くて、ふわ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 だから寝ちゃうし、お腹も空いちゃうんだ。まあでもまだね、このこたつ布団の中で朝を迎えたことはないです。絶対に20分後ぐらいに起きるんですよ。昨日も寝てたってツイートしたんですけど、あれも20分、30分ぐらい寝て、あっって思って、眠いから寝ようって思って寝て、でまた多分20分後ぐらいにパッて目覚めて、あっ寝てたっていう感じ。今日もなんか、あ、携帯に通知来たって思いながら寝てでパッて目覚めたら、その通知が20分前だったから、あ、20分ぐらい寝てたのかと思って。コーティアありがとう。ビャラありがとうございます。明日はバレンタインだって。あ、明日配信か。明日配信だ。明日はね、配信の前にね、何個かいっぱいいろいろあってですね、
でもね本当に最近ね結構のんびりしてたから元気が有り余ってるんです。だからといって明日の配信を壊すとかそういうのじゃないんですけど、お仕事いっぱいしたいですね。ニコ生ね、こたつ出ると寒い。なんかエアコンつけてるのに寒いんだよね。今日寒い、もしかしてこの世、この地球今日寒い。今日何度、今日でも寒かった、雨降ってたし。あの4度3度2度。寒い、寒かった、雨降ったし。体温低いのかな。あ、低いかもな。あ、どうだろう。あ、熱測ってみるか。体温低い、これでどうする。8度5分とか出たら。体温でもね高くないかも。6度2とか6度3とか。なんかお店とかで 手に乗せて温度が出、体温が出てアルコール消毒出てくるじゃないですか。あ、36度6分。めっちゃ平熱、めっちゃ元気。これぐらいですね、体温は。そんな低くないかも。そういうやつはなんかもう20何度とか。まあ低くって思う。5度6分とか5度、なんか信じられないぐらい低い温度とか出てくる。いや、私あれなんです、ポーチに体温計入れてるんです、この世の中になってから。いつ熱測って測れ、いつでも熱測れるように。一回も使ったことないんですけど、一回も出番はなかったんですけど、一応ねなんとなく体温計入れてる。えらい。寝起きだからなのか、なんか今日トレンドに低気圧ってトレンド入りしたんだよね。だからなのか、なんか頭痛、寝てたからかな、寝てたからな気がするな。まあいいや、全然大丈夫。すごいね、 NNB さんさ握手会やるんだね、いいな。シンプルに羨んでる。ちょっとずつね動き出してていいですね。寒暖差。うちはねまだね、いいね、でも次とかの時にやってくれないかな。あとコールもね、声出しね、昨日も話したけどね、握手会ね並んだことあるよ。写メ会とか、写メ会、そう写メ会、コーティア、コーティアありがとう。
もうさ、机の上がさ、買ったグッズと、買って開けたグッズと、整頓しなきゃいけないレシートと、メガネとタブレットと、なんかぬいぐるみっていうか、なんかストラップみたいなのがさ、もう半分以上占めててさ、私が生活するテーブルの幅4分の1ぐらい、ね、整頓しなさいよ。私体温計もなんかあるし、いやでもなんか、いやグッズは目の前にあった方が嬉しいなとか思って、いいや、いや良くないんだけど、そうでもね、紙類のグッズはねちょっとしまわないといけないな、しまいます、はい、すいませんね、お久々の握手会、気が引けてしまいますね、引けそう、私も引けそう、あのいい意味でね、なんかうわなんか久しぶりだなこの感覚みたいな感じで一日終わりそう。握手会したいね、私が卒業するまでに声出しと握手会が戻ってほしいな。これは失言じゃないよ。何にも予定してないです。待って、顔むくみすぎてない？私今日寝てたから、昨日確かにな、東京と新潟じゃない、ところでもねイベントとかしたいよね。なんか大阪とかさ、福岡とかさ行ったのがめっちゃ懐かしい、名古屋とかさ行ったのめっちゃ懐かしい。しかもさ、研究生の頃だったからさ、名古屋なんて絶対誰も来ないよって密かに思ってたのよ、心の中で。そしたらなんか、あ、静岡だから来ましたみたいな、静岡の子なんですよねみたいな感じで初めての人が来てくれたりとかして、まあ48グループ全体でやってたから、でおしましとかもあったし来やすかったんだろうなっていう感じなんですけど、めっちゃ嬉しかったの覚えてる、今でも忘れない。あの大阪握手会なのに京セラドームに足を踏み入れられたことが嬉しかったですね。大阪行きたいな、大阪とか名古屋とかでもイベントしたいですよね。いろんなところ行きたいですね。でもまあその前にあれか、東北の方とか行きたい、行ったことない。なんかこの前、めっちゃ前に家族実家帰った時に、団らん、家族の団らんで、団らんっていうか雑談で、もうさ、新潟はさめっちゃ家族来てくれるようになったけど、それは私がさ新潟に住むようになってから初めてなのかな、わかんないけど初めて来てくれる、これ新潟には来れるようになったから、新潟までは車で行ける、新潟までの距離なら車で行けるっていうみたいなのが発覚、わかる、わかるじゃないですか。まあそれはさておき、なんかどこにでも行けるよってなったら日本国内でどこ行きたいって話になって、
どこ行きたいしてたっけ、宮城とか喜多方ラーメン食べたことないから食べたいってなって、パパが特に行きたいところはないけど喜多方ラーメンを食べたいなって言ってた。喜多方ラーメン食べに、あ、仙台かな、仙台かな。でもパパいろんなところに、もうめっちゃいろんなところに行ってて、その時にパパがどこに行ったことがあるとかどこに行ったことがないとかを初めてレベルで聞いたんですけど、若い時の話を。めっちゃいろんなところ行ってて仕事で、すっごーってなる。私とは全くもう逆の、なんかすごい本当に自分の力で生きてて、パパがすごいってなった。そう、もう全部、多分ほぼ全部行ったことあるよみたいな言ってて、そうすごいよ、ね、そう。沖縄も行ったことないもん。北海道はめっちゃちっちゃい頃に行ったことがあるらしいんですけど、本当にもう覚えてないぐらいの記憶。いや私はさ本当に親の支援があって新潟に住んでて住ませてもらってるっていう感じだけど、パパはねそうじゃなかったからね。すごい。一番遠くてどこ？でも福岡、長崎、長崎にも行ったことあるんだよ修学旅行で。それが一番遠いんじゃないかな。四国とかもないし、だからなんか活動でどっか行きたいよね。活動、この活動のプロモーションとかなんかそういうので行きたい。北の方はね本当にない。山形もないし福島もないし宮城もないし北海道もあるけど記憶にないから、なんかカウントしていいのかもわからないレベルだし。で多分私今静岡に生まれて人生で一番北にいると思う。千葉から向こう、茨城も行ったことないし、あと47都道府県、あとなんだ、やばい、あと長野もないし、あーそっちも中部だ、北でしょ。青森もないし、横顔は岩手もうない。宮城もない、福島もない、そういう感じか。あれ私秋田って言ったっけ、秋田行ったことない。だから北は本当に行ったことない。北はというか北も行ったことない。修学旅行も京都、富山もないし、京都、奈良、長崎、福岡、三重、伊勢、三重と伊勢が混ざったはず。兵庫もない。はないんだよね。そうだからさ、そうこのねせっかくねこういう活動してるからね行きたい。
修学旅行で札幌いいな。沖縄も行ってみたかったな。いや、なんで過去形なん。行けるかもしれないや。沖縄も行ったことない。あー確かに私もちゃんとなんか静岡の西側っていうのはなんか浜名湖パルパルとか行ったことないよ。浜名湖パルパル、あっ55分だね。まあ、だからさ、石川行けるのめっちゃ嬉しいんだよね。石川県行くの初めてだからすごい楽しみ。浜名湖パルパルっていう CM なんですよ。浜名湖パルパル行ったことない。だからキンパークソフト食べたいし、なんか海鮮も美味しいって聞いたし、エビ富山かな、わかんないけど。だからね、石川県のね、謎のこの揺れ行けるの多分。でも観光できるのかな、できなさそう。その日ごちゃだし泊まれないかな泊まりだったらいいな。絶対無理。あ、そうだ、おカニ、カニも食べたい。エビ富山、半トンライス、何それ。富山じゃない、金沢、岐阜もね、ないの、行ったこと。三河みんなパルパルして、あ、そうね、三河の人とかだったらね、全然静岡にドライブとかはありそうまさかスタジオ、いや、そんな先のね、スタジオは分からん。スタジオかどうかはね、先週その前の週とかにならないと分かんない。ランキング見ます。エッサコイサラジオ始まるから。13位しんごさん、ありがとうございます。12位焼肉大好きさん、ありがとうございます。11位サルッチさん、ありがとうございます。10位シンさん、ありがとうございます。9位 MS0513 さん、ありがとうございます。8位ふわふわさん、7位陽一くんさん、6位ガルベストンさん、5位旅猫さん、4位ビールバラさん、3位カツさん、2位メープルナオくんさん、1位ランダーさん、ありがとうございます。配信をご覧のアリーナの皆様もありがとうございました。今日のスクショはこちらで、ちょっと詰め落としたんだった。はい、皆様もありがとうございました。えらい、2日連続配信した。しかもそれなりにちゃんと喋れた。30分だから喋れるね。みんなもコメントいっぱいありがとうございました。あ、今のは載せてた一部です。明日はね、配信あるからね、ちょっとするか分かんないけど。じゃあバイバイ、おやすみー。